こんにちは、サードラです。今回は無事、サベージガントレットのステージ1を走り抜けることができましたので、結果のご報告とマスターランクのボーダー、実際に走ってみた上での感想についてお話をさせていただこうかなと思います。早速、結果のご報告からなんですが、結果としてはベストタイムが 2分57秒95を出すことができまして、ランクとしては一番上ですね。一番上の階級のマスターランクをもらうことができました。なので、それに伴ってアワードも一番上のガントレットマスターですね。これが20%以上に入っていればもらえるんですが、それを取ることができて、まあ、付属でガントレットファイターとガントレットサバイバーももらえたっていう感じですね。で、このアワードに関しては星が3つ付きそうなので、まあ、最高で3回ですね、ガントレットマスター、まあ、上位20%以上に入れば、多分虹色に光るアワードに変わるんじゃないかと思います。 かなとは思ってますでこのランクの表記なんですが上位10%っていうのが今回のこの2分57秒95のタイムがプレステ版の中ではかなり上位のタイムかなとは思ってるんですよねそれでも上位10%から表記が変わらなかったのでこのランク集計の上位のパーセンテージ表記に関しては一番上がもう10%になっているんじゃないかなとは思います で次にマスターランクのボーダーについてなんですが、まあこれはね、あくまでプラットフォームごとにちょっと集計が違うので、まあ、プラットフォームでちょっとタイムの差はあると思うんですが、だいたい4分前半を出せている方は、マスターランクの上位20%に入っている印象ですね。なので、まあボーダーとしては4分1桁台とか、まあ10何秒とかを出せている方は、今回マスターランクに入ることができたんじゃないかなと思います。 最後に感想についてお話をしていくんですが、個人的には、まあこれね、本当に賛否はあると思うんですが、めちゃくちゃ楽しかったですね。っていうのももともと僕がモンスターハンターっていうゲームでタイムアタックとかを好んでやっていたので、まあこういうタイム基礎系が好きっていうのもあるんですが、個人的にかなり楽しめました。ただ、これはあくまで固定チームを組めていた場合の感想なので、 野良でプレイしている方とかは、まあ状況次第ではちょっとストレスになったりとか、まあ楽しくないなって感じた方ももちろんいるんじゃないかなとは思ってます。 で、あと、個人的にちょっと残念だったのが、マスターランクですね。まあ、上位20%以上取ってしまえば、それ以上の報酬がないんですよね。なので、これももちろんあった方がいいっていう意見とない方がいいっていう意見はあると思うんですが、トップ10とかトップ5に入った場合の特別なアワードとかがあったりとか、ランク集計で名前が載るとか、なんかそういうのがあると、よりモチベーション高く取り組めたのかなっていうふうには思うので、 まあ、それがなかったのは、個人的にちょっと残念ですね。ただ、これはもしかしたら、まあ、今後ね、公式さんが発表とかをしてくれるかもしれないんですが、まあ、現状はそれがなかったので、ちょっと残念かなっていう印象を受けました。で、あと、このサベージガントレットについてなんですが、改めてちょっと公式さんの文章を見てみると、こちらですね、内容が毎週切り替わる特別なミッションに5人で挑みっていう風に公式サイトに記載されているので、このサベージガントレット多分毎週やると思うんですよね。ってなってくると、 結構きついですね。まあ、第1回目なんで、まあ、ちょっとね、気合入れて挑んだっていうところもあるんですが、これを毎週やれるかって言われると、ちょっとね、プライベートとの兼ね合いももちろんあったりとかするので、 毎週ここまでのタイムを詰めるっていうのはちょっときついなって印象を受けたので、もしかしたら次からは上位の表記とか、まあ、特別なアワードとかが実装されない限りは、次からはボーダーラインをしっかり超えれるような立ち回りを作って、ボーダーラインを超えるっていうので、一つの目標に頑張るって感じになるんじゃないかなとは思いますし、まあ実際にそれが効率は一番いいんじゃないかなと。 思ってますであとただ個人的に美味しかったのがこのサベージガントレットがめちゃくちゃ経験値効率が良くて、まあ、今回メインで使っていたゼファーは59レベルまで育てることができましたし、まあ、バラージュも80レベルまで上げることができましたでランクに関してもスタート地点が260とかだったと思うんですけど281までランクを上げることができたので経験値効率が1周3分程度で1500とか入ってくれるのでランク上げにはめちゃくちゃ最適でしたね いいうのは個人的にかなり美味しいイベントだったのででここはかかなりありあがたかったですたっすだ先ほどもお話しした通りやっぱり固定をね組めてない方はこれを毎週やるって結構大変だと思うので、まあ、これを機に固定を組む方も増えるんじゃないかなとは思ってますであとうちのチームに関しても今初期メンバーの5人プラス4人加えて今9人でチームメンバーとして活動はしているんですが 今回のサベージガントレットを機にちょっとメンバーを増やしたいというか、まあ時間的にね、今回結構集まれないタイミングがあって、あまりサベージガントレット遊ぶことができなかったので、まあ、追加メンバーが欲しいという声もあるので、これは後日ちょっと募集内容とかをしっかり固めた上でメンバー募集とかもできればなと思っております。ということで今回はサベージガントレットの結果が出ましたので、そちらについてのご報告と実際に走ってみた上での感想についてお話をさせていただきました。で、今回のイベントに関しては、もちろん固定を組めた方、組めた方、 なかった方でいろんな意見があるかと思いますのでぜひ皆さんの意見もコメント欄に書いていただけると嬉しいですこれからもエグゾプライマルの動画上げていきますのでよろしければチャンネル登録高評価コメントよろしくお願いしますバイバイ